嘘なの。はぐれリーガーがシルバーキャッスルを名乗っているなんて。ええ、おっしゃる通りです。ご心配なく、対処は考えています。マハウィンディ様、一時はどうなっちゃうかと思いましたけど、また活躍する姿が見られて嬉しいですわ。ありがとう。でも俺だけの力じゃない、素晴らしい仲間たちが集まってくれたおかげさ。そういえば13にはアイアンマスターズ、ワットとアンプには昇格ドラフトが控えているのでは。今はこのチームの目的が第一です。と言いますと？俺たちの目的はシルバーキャッスルを倒すことだ。え？そうとも、俺たちは中央リーグのシルバーキャッスルに挑戦する。冗談じゃないわ。挑戦は却下します。何？なぜだ？はぐれリーガーが中央リーグのチームと試合をするなんて、アイアンリーグの協約にはないわ。協約なんて関係ない。俺たちはシルバーキャッスルと勝負したいんだ。アイアンリーガーなら管理局のルールには逆らえないはずよ。待ってくれ。負けな。チーゼット重郎だ。どうすりゃいいんだ、全くよ。ウィンディ、諦めないで、きっと何か方法があるはずだわ。こんなのねえぜ、試合ができないなんてよ。ウィンディ様、元気出して。一体どうすりゃいいんだよ。え、まるでダダッコだな。ゴールド三兄弟、お前たちのやり方はまるで道場破りだ。断られて当たり前だろう。なんだと？アイアンリーガーのルールから外れてるって言ってんだよ。スポーツマンシップとはルールを守ることだろう。なのにお前はまた勝手に飛び出しちまった。シルバーキャッスルを見捨ててな。違う、俺はそんなつもりはない。どうする気だ、クズみたいになっちまったシルバーキャッスルをよ。ウィンディ、ダークへ来い。なんだと？中央リーグで戦うにはそれなりの舞台仕立てが必要ってことだ。俺たちと共に正々堂々とシルバーキャッスルの目を覚ましてやろうぜ。それじゃ意味がないんだ。何？俺はこのチームで、このシルバーキャッスルで戦わなくちゃならないんだ。兄貴、やっぱり話しても無駄だぜ。何のつもりだ？お前が本気ならサッカーの技は錆びついていないはずだ。何？俺たちはアイアンリーガーだぜ。ウィンディがゴールド三兄弟と試合を？うん、負けたらダークに入るって。行こうぜみんな。オーナー、私の言った通りでしょう。確かにあなたたちはマッハウィンディの言動に惑わされているわ。試合でも制裁を変えているし、ギャレットたちとの連携もうまくいっていない。全員に特訓を命じます。
ちはなぜ攻撃しない？なぜ起き上がってくる？俺たちはアイアンリーガーだ。破壊には決して屈しはしない。奴らに何をしたんじゃ一体？マグナムたちは本社工場に送り改造します。なんじゃと？彼らは感情回路を直す必要があります。こんなことは許さん！マグナムたちのパワーは心が生んでおると言ったじゃろう。待て、そいつらわしが直す。腕が折れても直すぞ。リカルド監督、彼らの改造はやめた方がいいでしょう。そうですか。本社に連絡を。キラー兄弟の改造プランに変更を加えます。わかりました。これ以上オリジナルメンバーに造反者が出たら私の能力が問われるわ。今日は私ジョージアイランドがマッハウインディ率いるシルバーキャッスル対ダークプリンスの一戦をお届けします。よし、見せてもらうぜ。フォワードはお前たちだけか。草チーム相手には十分だな。この試合は V ゴール方式、つまりどちらか先に点を取った方が勝ちというルールで戦われます。頑張れ！今キックオン！サッカーリーガーだぜ。アイアンリーガー。さあ今度はシルバーキャッスルがラインを上げていきます。ディフェンス、ウィンディをマークだ。ウィンディ様にボールが渡りました。絶好のチャンス。次は決めようぜ。ああ、なぜパスを？あの距離なら狙えたはずだ。ウィンディ様、早い早い、素敵。行かせるかよ。神業のヒールキック、バットは完全にフリーです。ああ残念、またもタイミングが合いませんでした。ごめんよウィンディ、せっかくのチャンスを。気にすんなって、どんどん行くぞウィンディ。なぜお前がシュートしねえ？言ったはずだ。俺はこのチームでシルバーキャッスルと戦うと。何？ウィンディ。シルバーキャッスルオーナーシーナーマウント、私は無断でシルバーキャッスルを名乗るチームの追放を要求します。チームそのものの追放となれば最高議決権の行使が必要だ。
そうでしたな、議長。その通りです。挙手で決めるには重大すぎる問題です。最高議決権。驚いた。知らんのかね。オーナーの権利が代行者などに侵されないように署名登録されたオーナーキーを使用することだ。オーナーキー。キーがなければこの提訴が認められん。そうですな、議長。その通りです。よろしいかな、シーナマウントさん。オーナーキーなんて台は一言も。キックオフから2時間どちらも譲らず、勝敗の行方はまだ分かりません。ウィンディ、なぜミエをチームに誘わなかったね。誘わなかったんじゃない、誘えなかったんだ。えい、マグナムたちはやっぱり。まったく、やつらの頑固にも呆れたもんじゃわい。そうですか、すいません、こんなことになって。いいから早く行け。自分たちで決めたことじゃろうが。はい、お世話になりました。なんという試合でしょう。すでに5時間が経過しましたが、いまだ決着がつきません。リーガーたちもエネルギーの限界です。トルネードメガトンブンバー。負けるもんか。ミーは間違ってたね。あ、ついにゴールドハムが出てきました。バスク、うん、ストー、うん、ケア。シルバー
バーキャッスルのリーガーたちです。お前たち、俺たちも本当のシルバーキャッスルに参加するなんてやつらだ。一体フィールドに何人出てくるつもりなんだいいじゃねえか、勝負はこれからだぜ。アム、フット、マスク。ソリネ、ミモ。まったくてめえらに呆れ返るぜ。さっさと戻って、サッカーは11人でやるんだって教えてきな。サンキューね。みんな戻れ、カウンターが来るぞ。これはなんてことでしょう。ここへ来て大きなメンバーチェンジです。みんなライトニングクラッシュで、私ルディ銀城と言います。社長さんをお願いします。はい、少々お待ちを。ウィンディ、久しぶりにオイルが沸騰したぜ。どうやら本当のリーガー魂を忘れていたのは俺たちの方だったらしい。ゴールドアーム、マハウィンディ、みんな、どうやら俺たちの役目は終わったようだ。なんだって？これから先はシルバーキャッスル同士の戦いだ。俺たちが入り込むことはできない。忘れないで、私たちはいつか必ず中央のアイアンリーグへ行ってみせる。また会いましょう。必ずフィールドで。みんな、俺のために、みんなありがとう。俺はあ、素晴らしい。君たちの意思はよく分かった。シルバーキャッスルとの試合は私に任せてもらいたい。してもらうんだから、絶対に取り戻してみせるんだから。あなたはここに。私の娘をどこへ連れて行く気かね。リカルド監督、何を。お父さん。さあ行こう。星屑のキャンディー。
様とマグナムエース、ついに決戦の時が来ました。シルバーキャッスルの名をかけて今運命のプレーボールです。次回疾風アイアンリーガーシルバーの旗のもとによみがえるエース、正々堂々と試合開始。